日本の選挙では日本における公職選挙制度について述べる。国政選挙地方選挙特別の選挙国政選挙においては衆議院議員総選挙と参議院議員通常、選挙とで互いに異なる多数代表制選挙区と比例代表制選挙区とが互いに重複して同時に並存している。衆議院議員小選挙区制比例代表制参議院。 議員選挙区制比例代表制、都道府県議会議員市町村議会議員政党名の投票衆議院選挙で行われる比例代表選挙は、政党、政治団体名でのみの投票となっている。だが、2005年9月の第44回衆議院議員総選挙に関して、いわゆる疑問票の扱いについて、以下のような通知が行われた。参議院選挙の比例代表制は、 非公職名簿方式で行われる。投票用紙に記入された候補者個人が所属する政党の得票とされ、さらに当選順位は個人名での得票数の多い候補者の順となる。また、個人名を書かない場合は、政党名を記入して投票することも可能であり、その場合その政党の得票となる。所属政党の一席の制限日本では2000年以降の国政選挙から、 比例当選議員は、所属政党が存在している場合において、当選時に当該比例区に存在した他の名簿届で政党に移籍する場合は、当選を失うことになった。ただし無所属になることや、当選時に当該比例区に存在しなかった新政党への移籍は、当選を失うことはない。政党型政党の比例選出議員を当選を失わさせずに入党させるため、 一度回答手続きをしてから、新党を結成する形で事実上の政党遺跡は可能である。その場合は一度回答手続きを取るために、回答前の国政選挙の得票による政党助成金が受け取れず、議員数による政党助成金しか受け取れないデメリットが存在する。過去の得票数が多かったり、入党議員が少ない場合は逆に政党助成金が減ってしまう可能性がある。 また、当該比例選出政党が合併した場合や、解散した場合は、比例当選議員は、政党移籍において、当選を失うことなく、移籍可能である。2016年に決闘した民進党では、旧民なの党の比例代表選出議員ゆえに、国会法第99条の2の規定により、改選まで国会議員職を維持したまま民進党に参加できない。 旧維新の党の参議院議員5名は共同会派所属国会議員の地位に関する経過規定により2019年9月までおのな5名は無所属でありながら党役員への就任や両院議員総会での議決権行使を許されて民進党所属国会議員に準ずる地位を有するものとされたが産経新聞から無所属議員を党所属議員として扱う という政党政治の根本が問われるような異常な事態と批判された。当選枠が比例候補者を上回った場合日本では、ある政党や政治団体の比例名簿の登録者を上回る当選者が出た場合、上回った議席分は次に議席が配分される他の政党や政治団体に配分される。ただし、これは選挙時に限り補充の場合は、 他の政党や政治団体に配分されず、欠員となる。2005年9月の衆議院選挙において、自民党は東京ブロックで8人分確保したが、超福立候補の小選挙区当選者を除く、比例名簿搭載者が7人しか残っていなかった。このため、公職選挙法の規定により全員が当選した場合、次に上位を占める政党や政治団体に議席を与えることになり、 社民党の候補者にその一議席を譲渡した形になった。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙の近畿ブロックでは民主党の名簿搭載者が二人不足した。その結果については次節を参照のこと。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙において立憲民主党は東海ブロックで5人分確保したが、 超福立候補の小選挙区当選者を除く、比例名簿搭載者が4人しか残っていなかった。このため、公職選挙法の規定により全員が当選した場合、次に上位を占める政党や政治団体に議席を与えることになり、自由民主党の候補者に、その1議席を上渡した形になった。小選挙区の得票不足で比例枠を失った、例2009年8月の衆議院選挙において、 みんなの党は、東海ブロックと近畿ブロックで、それぞれ一人、計二人分の当選枠を確保した。ところが、二ブロックの同党の候補者はすべて重複立候補で、かつ、当該地域の小選挙区で有効票の10%を得られなかったために、比例復活当選の資格を得ることができなかった。このため、東海ブロックの議席は、 民主党の候補者にはリフられ、近畿ブロックでは民主党の候補者不足もあって、合計3議席が自民党と公明党に振り分けられた。比例代表制の党派別獲得議席実績いずれも議席獲得事例がある政党に限った。衆議院、中1は立候補しなかった場合、例は立候補したが、当選者がいなかった場合を指す。中3、民主は、 第四十一回が民主党、第四十二から四十七回が民主党。中三維新は、第四十六回が日本維新の会、第四十七回が維新の党、第四十八回が日本維新の会。中四未来、生活は、第四十六回が日本未来の党、第四十七回が生活の党。中五大地は、第四十四点に四五四十八回が、 新党第一、第46回が新党第一。参議院、中1は立候補しなかった場合、例は立候補したが、当選者がいなかった場合を指す。中2、社会、社民は、第17回までが日本社会党、第18回が社会民主党中3、民主、民進は、第23回までが民主党、第24回が民進党。中 維新は、第23回が、日本維新の会、第24回が、大阪維新の会、第25回が、日本維新の会。中5、生活は、第23回が生活の党、第24回が生活の党と、山本太郎と仲間たち。日本の選挙で実際に使用される投票箱候補者、ポスター掲示上選挙での投票を呼びかける。 横断幕日本には選挙運動関連用品を扱う専門業者が存在する。業者ブースにて、衆議院議員及び参議院議員日本国民で年齢満18歳以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。日本国憲法の改正手続きに関する法律不足において、選挙権年齢を20歳以上から18歳以上となる。 要法制上の措置を講ずることが盛り込まれた。その後、2015年6月に改正公職選挙法が成立し、選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられることになった。地方公共団体の議会の議員及び、超日本国民たる年齢満18年以上のもので引き続き3ヶ月、異常市町村の区域内に住所を有する者は、 その属する地方公共団体の議会の議員及び町の選挙権を有する。2015年6月に改正公職選挙法が成立し、選挙権年齢は20歳以上から18歳以上に引き下げられることになった。日本国民は選挙の期日の年齢に従い、それぞれ当該議員または町の非選挙権を有する。次に掲げるものは 選挙刑及び非選挙刑を有しない。禁庫以上の刑に処せられその執行を終わるまでのもの、禁庫以上の刑に処せられその執行を受けることが、亡くなるまでのもの公職にある間に犯した、刑法197条から197条の4、までの罪または公職にあるもの等の圧戦行為による、利得等の処罰に関する法律1条の罪により、刑に処せられ、 その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けたもので、その執行を終わりもしくはその執行の免除を受けた、日から5年を経過しないものまたはその刑の執行猶予中のもの法律で定めるところにより、行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中のものまた、公職にある間に犯した、 刑法197条から197条の4までの罪または公職にある者等の圧戦行為による利得等の処罰に関する法律1条の罪により刑に処せられその執行を終わりまたはその執行の免除を受けたものでその執行を終わりまたはその執行の免除を受けた日から5年を経過した者は当該5年を経過した日から5年間非選挙権を有しない 選挙の期日とは、選挙の投票を行う日のことで、公職選挙法に規定されるが、選挙の種類により期間は異なっている。選挙の期日は、現在ではほぼすべての選挙で日曜日に設定されている。ただし、主に自党など区域内の一部の地域では、本来の選挙の期日に悪天候で投票箱の輸送ができなくなるのを避けるため、 通常の投票日の3日前から前日に繰り上げ投票が行われる場合がある。また、現在でも山形県飯手町、小国町、秋田県小坂町では町長や町議会議員の選挙において通常の投票日を向上的に日曜日以外の平日とする平日投票としている。日本においては選挙の際に活動を行うことのできる期間が規定され、この期間に 候補者と政党は公職選挙法等に定められた範囲内で選挙活動を行うことができる。期間は公職選挙法に規定されるが選挙の種類により期間は異なっている。運動期間は公職選挙法第129条により公職の候補者の届け出のあった日のみを行えるので、すなわち選挙告示日から当該選挙の期日の前日までとなっている。通常、 選挙の運動のうち街頭での演説や、連呼行為は、運動期間の毎日8時から20時までとなる。日本以外の多くの国では、このような特別な活動期間は設定されておらず、また個別訪問の禁止や文書等の配布の制限、なども、日本ほど規制されている国は少ないが、これは選挙運動にかかる費用の抑制等を、目的としている。衆議院比例代表選出議員または、 参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人は有効投票の最多数を得たものをもって当選人とするがそのものが法定得票を得ていることが必要である。衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人はドント方式で決定する。 得票数が同じで当選人を定めることができない時は選挙会においてくじで当選人を決定する。1946年以前の選挙では年長者を当選人としていた。国政選挙にかかる地方公共団体の費用は国庫から支出され国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令に基づく選挙執行委託費などという 一例として、第21回参議院議員通常選挙の予算額は526億円。2009年11月17日には、総務省の選挙関連経費として、開票作業費等、啓発推進経費、明るい選挙推進費のそれぞれの費用が事業、仕分けされた。国政選挙地方選挙1868年12月15日、旧幕府軍の江本武明が、 エゾ地に政権を樹立し、諸役を決定するための入札が実施された。しかし、この入札に、函館の住民は参加しておらず、旧幕府軍でも入札に参加したのは、士官以上のもので、旧幕府脱走軍の総数の3分の1程度に、過ぎなかった。ABCDEFGHIJK、選挙の種類。総務省。2018年3月4日閲覧。なお、 日本国憲法第7条第4号に国会議員の総選挙という記述があるが、ここで言う、総選挙には参議院議員通常選挙を含む参議院選挙って公益財団法人明るい選挙推進協会2019年8月2日閲覧、政令指定都市以外で選挙区を設置しているのは北海道立市のみであったが、 伊達市議会議員選挙区条例を廃止する条例が成立し2019年の選挙から廃止された。2013年まで岐阜県伊比川町と愛媛県熊高原町で選挙区を設けていたがいずれも2017年の選挙で廃止された。また、和歌山県高野町は平成の大合併以前の1953年から2011年の選挙まで2つの選挙区に分けていた。 したがって、現在は、政令指定都市以外では、選挙区はない。民進党規約、民進党 https、https www.minshin.or.jp a b o u t d p スラッシュ pyelw2016 年3月27日閲覧。無所属なのに、党役員ってどういうこと こんな脱法行為を是とする民進党に立憲主義を掲げる資格があるのか。産経新聞2016年4月12日。同盟の政党は立候補したが、組織的には別団体なので立候補していないものとした。ABC 選挙権年齢18歳以上に改正公選法が成立。47ニュース。 オリジナルの2015年6月17日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20150617032536/http://www.47news.jp/cn/201506/cn2015061701001110/html2015 年6月18日へ 閲覧青年域貢献人に選挙権婚化の参院選から適用。日本経済新聞。httpww. 日経 .com アーティクル。弱心十四万七千八百五十 y 3 a 五百二十 c 一 c c 1 0 0 0 2年九月六日。閲覧。国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令。 e ガブ総務省行政管理局。2017年10月14日閲覧。当該政令は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する、法律施行令のすべてを改正するもの、選挙執行委託費。財務省。2017年10月14日閲覧。現在は、インターネットアーカイブ内に残存。第1会場評価結果。 議事概要内閣府行政刷新会議事務局、当該ページ内にある、11月17日の選挙関連経費欄に、掲載のリンクから参照2017年10月14日、閲覧。現在は、インターネットアーカイブ内に残存、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOPQRST、選挙の歴史、福井県選挙管理委員会事務局、 2016年12月18日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNO 地方自治制度の歴史。総務省。2016年12月18日閲覧。AB 函館市通説編に4編一1章2説3。2021年1月24日閲覧。ありがとうございます。